いやー、でもほんまこの前の試合勝ててよかったですね。まあほんまやな。いやでも橋爪先生があっこでこの指示出してくれたからあれ勝てましたよ絶対。まああっこでメンバーチェンジしてな。はいはいはい、はい、辰彦が入ったのでかかったのかな。いやいやいや、でもあれは橋爪先生の判断で、うん、言うてましたもんみんな。ああそう。いやあっこで帰れんの橋爪先生やな、さすがやなっつって。あんなやっぱ試合とか終わった後みんななんか飯行ったりしてんの？ああ、してますよ。ほんで試合のこと振り返って、うん、今回に関しては橋爪先生のこの采配というか、うん、が生きてきたし、このまあ練習も生きたなと思いますよ。あ、そう。はい。みんな、どういうとこ行ってんの？いや、普通に中華料理屋行ったりして。まあ、俺誘えよ。いや、ラグビーの試合の後はなんかやっぱ中華料理でしょ。まあまあ。いや、橋爪先生誘ってもいいんですけど、なんか、ね、気使うじゃないですか、なんかお互い。いや、ええよ、そんなの。あ、いいんですか？うん、それは俺はみんなと飯行く。それやったら橋爪先生のおごりになりますよ。いや、ええけど。あ、いいんですか？大人やで。あ、めっちゃ嬉しいです。なんぼでもなんぼでも。あ、ほんまですか？その代わり一人チャーハン一杯な。少ないわ。それケチですわ。まあ、まあ、な。橋爪先生とご飯行きたいだとみんな言ってますもん。あ、ほんま。はい。言ってました、ほんまに。みんな話してた。はい。この間もだからズメとご飯行ったらもズメって何？あれ。あ、わかったわかった。俺のあだ名や。橋ズメやからあだ名ズメなんやろ、俺。で、俺が俺のとこでみんな俺のことズメって呼んでんねやろ。んで、なんか今その無理してずっとその橋ズメ先生に置き換えてたけど、なんかテンション上がりすぎてポロッとズメこぼれたな。んで、それなんとかごまかせてんけど焦りすぎてピタッと止まってもたからバレてん。普段俺のことあだ名で呼んでるやろ。確定。ええけど別に。ジャルジャルタワー。